アコシュミネトラジ。はい、皆さんこんばんは。いかがお過ごしでしょうか。今夜もこの時間がやってまいりました。アコシュミネトラジ BJ 増本です。この間の日曜日ですね、9月15日は茅ヶ崎里山公園の里の家、こちらで湘南ウクレレクラブ2019年度中間発表会ということで発表会ライブをやってきました。はい、久しぶりの里山公園の里の家。この里の家っていうのはバーベキュー場のある一番茅ヶ崎公園、里山公園の中でも一番北の方にあるんですけども、ここがすごく景色が良くてですね、のんびりしていい場所なんですよね。まあ、その模様はですね、湘南ウクレレクラブのホームページに上がってますので、ぜひこの番組を聞き終わった後に見ていただければなと、写真アップしてますので見てください。ということで、今夜もアコシュミネトラジスタートです。茅ヶ崎 FM。 はい、改めましてこんばんは、 DJ 増本です。今回は発表会ライブということで、まあ身内的な感じになるかと思いきや、結構結構ですね、観覧の方もたくさん来ていただきまして、合計で40、50、60、まあその里の家が満員になるぐらいですね、座るとこがなくて立ち見の方も出るぐらい、かなりいい感じにですね盛り上がっていただきましてありがとうございました。はい、この里の家っていうのは割と遠いんですよね。茅ヶ崎里山公園の最寄りのバス停芹沢入り口から徒歩だいたい20分から25分ぐらいかかるぐらい、こうずっと奥まで行ったところなんですけども、本当にたくさんの人に来ていただきまして嬉しかったですね。その後の打ち上げでも、結構お酒が進みまして、何杯飲んだか覚えてないぐらい、久しぶりにこんな千鳥足で帰ってくるなというぐらい、すごい楽しい打ち上げでした。皆さん本当にありがとうございました。またですね、次回は、来年の3月ですね、2019年度末発表会をやりますので、それまでにいろいろ仕込んどいていただいてですね、はい、ちょっと衣装的に皆さんちょっと地味な感じがしまして、酒場川練習会の方々、つむぐクラブの方々はですね、結構こうなんていうんですか、派手な感じでいい感じなこうパッ花がある感じだったんですけど、湘南ウクレレクラブ、皆さんちょっと割とですね、この地味な方が多かったので、今度はちょっとその辺の、華やかな感じを作ってですね、今度は10月の27日の里山公園秋祭りですね、こちらの方までには衣装をなんとか考えてですね、いい感じにしたいなと思ってます。今回 BJ はですね、ウクレレベースを弾いて、ライブをやったわけなんですけども、このウクレレベース意外と皆さん興味があるということで、アコギ部とアコースティックギター部ですねと一緒にウクレレベース部をスタートすることになりました。なんとですね、この10月12日茅ヶ崎駅から徒歩5分圏内ぐらいにありますカラオケボックスのお部屋を使って、まあベースとかアンプにつないで音出さないとダメですからね、カラオケボックスを使って練習会をやろうと思ってます。詳しくはですね、これも湘南ウクレレのクラブのホームページの方に出てますので、ウクレレベースアコースティックギターやりたいなっていう方はぜひ参加ください。はい、本日も1曲目お送りいたしましょう。これも発表会ですごい評判良かった曲ですよ。ウクレレキャンプのテーマ曲です。目を閉じて星空を見ることはできないだから、今は瞬きももったいないと思う。ランタンの明かりに行くの
つまででもキャンプへ行こう、キャンプに行こう。FM、 はい、今の曲を聴いてる間にですね、スタジオ内でウクレレベースを知らない人もいるんじゃないのという話が出てきましたので、ちょっとここでご説明したいと思います。ウクレレベースっていうのはコンパクトサイズのベースなんですね。最近割と出てきてるんですけども、そのウクレレよりもちょっと大きい、テナーウクレレよりも大きいぐらい、テナーとバリトンぐらいの間ぐらいかな。まあ割と小さめ、ベースとしては小さいんですけど、ウクレレとしてはでかいんですよ。で、弦がですね、素材的にはポリエステルとか、あとはシリコン、それから、いろんな素材があるんですけども、それでものすごく太いんですね。で、カラフルなオレンジだったり、黒だったり、白だったりで、シャーペンぐらいの太さがあるんです。シャーペンの芯じゃなくて、シャーペンぐらいですね。それぐらいの太さの弦を張ってありまして、このボン、ボンってベースの音が出るんですね。はい。音色的にはウッドベースっぽいような、あとはビートルズのポール・マッカートニーが弾いてたような、バイオリンベースのような感じの音色ですね。はい。で、チューニングは普通のフルサイズのベースと同じで、4弦から E、A、D、G という風になってて、ウクレレのチューニングとはちょっと違うんですけども、このウクレレベース、なかなかですね、コンパクトで持ち運びも良く、しかもベースの音が出るというので、結構いいんですよね。で、手軽に持ち運べますので、小さいですからね、いいんですよ、これが。で、最近はですね、ウクレレみたいに箱のボディになってなくて、こう中が空洞のボディですね。あれではなくて、本当のベースみたいにソリッドボディ、木の板ですね。それにウクレレベースの弦を張って、もちろんスケールも短いですよ。で、そういうなウクレレベースも最近出てきてまして、BJ はそのタイプを今は使ってるんですけども、これが割とですね、しっかりと低音をズンと出してくれるので、いいんですね。皆さんもやってみませんか？その練習会を始めるという話でした。はい、それでは本日2曲目お送りいたしましょう。淡色の街、聴いてください。雲が一つ見えてます。この大地の上に限りある命です。草も木も僕も街は淡い色をして日の当たらないビルの影にも春はやってくる。茅ヶ崎 FM、最近ですね、お尻の周りに違和感を感じまして、あれ、これもしかして G なんて思ったんですね。まあ座って仕事することが多く、ウクレレ弾くのもそうですけど、だいたい1日の大半座ってますので、
そう、座ってんのが悪いのかななんて思ってふと考えたらですね、あれから先週ちょっとお話ししたんですけど、ずっと毎朝ですね、最近は徐々に時間は遅くなってますよ。早めに行くとまだ日が昇ってないので、早朝海岸まで自転車に乗って行って、そこから海岸沿いの遊歩道のところですね、もちろん自転車も走っていいところですよ、それをずっと、辻堂の方まで行くというのを続けてるんですね。はい、だいたい1時間ぐらいで行って帰ってくるんですけども、その間に信号が1個だけありまして、たまにその信号に引っかかるんですけど、なるべく遠目からこう見てて引っかからないようにちょっと早めに漕いでみたり、ゆっくり進んでみたりしながら1時間ですね、ほぼ足を、家を出てから足をつかずにずっと30分行って、そこでくるっとひっくり返ってきて、そのまま30分足をつくのはうちのマンションに着いてからという風な感じで約1時間ずっとやってるんですね。その自転車がビーチクルーザーなんですけども、もう割と古くなってきまして、そのシートがカチカチ、椅子がカチカチなんですね、硬いんですよ。でいつも乗ってるとお尻痛いなこれをと思ってた、その椅子のせいなんですね。ちょっとこう柔らかめのいい椅子を買ってみようかなと、今ふと思ったんですけど、まあ、それのせいでお尻が痛かったんです。痔じゃなくてよかったなと思って、まあ、だんだんこう続けてるうちに1時間で行ける距離が伸びてくるかなというぐらい、ちょっと割と筋肉もついてきたのかもわかんないですよね。はい、それでは本日最後の曲をお送りいたしましょう。僕は幸せ、聞いてください。穏やかな波に浮かぶ漁港の旧防波堤、波の音がテトラ越しに柔らか、日差し眩しい、僕は幸せ、ここになり風が出てきた、砂浜は寂しそう、沈む夕日が沖の岩にキラキラ、とても綺麗、僕は幸せ、虫の声が聞こえてきた、月の光浴びて、遥か瞬く蛍明かり、消えたり出たりを繰り返す、僕は幸せ、ありがとうございました。アコ趣味ネトラジ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。ウクレレベースとギター部、アコースティックギター部ですね、これができますと次はバリトンウクレレかななんて思ってるんですけども、バリトンウクレレっていうのはウクレレとはちょっとチューニングが違いまして、ギターの1弦から4弦までと同じなんですね。で、1弦から4弦までと同じならギターをやればいいじゃんかという話になるんですけど、バリトンウクレレはバリトンウクレレで、この何とも言えない優しい響きがするんです。で、ギターほど重低音というか低音部分がないですので、こうコロコロと可愛らしく、なんとなくこの中域ぐらいの甘い感じの音がする、まあ、これも魅力かなというので、まあなかなかそういう練習会はないでしょうから、バリトンウクレレやってる人、集まっていただければななんていうのもちょっと考えてます。まだ、開催はしてないですけどね。ということで今夜は以上です。また来週お会いしましょう。おやすみなさい、さようなら。FM